男子円盤投げ競技開始です。最初の投擲は前田君 STT。 サトラックでは女子の 400m ハードルがスタートいたしました。大会記録は56秒73。本日出場の住友電工実業団の海原さんのパーソナルベスト56秒79は大会記録にあと 0.06 秒と迫っています。大会記録の更新の期待もかかります。この平塚で日本学生個人で優勝した山梨学院大学の比嘉さんも出場しています。4レーンは青木さん東方銀行、6レーンは梅原さん住友電工。スクリーンにはただいまの1着青木さん東方銀行57秒55。